時は徳川幕府が全盛を振るう江戸時代、西暦でいうと1800年代初め。江戸には度重なる盗賊の被害が続出しておりました。だがその中に強欲な商売で大金を得た金持ちから金を奪い、それを貧しい人々に与えるという義賊という名の、今でいうスーパーヒーローたちがおりました。このドラマ、そのスーパーヒーローたちのお話でございます。みんな、いるか？揃ってる。最後の仕事だったのに、うまくいかないもんな。悔しいな、もうちょっとだったのにな。小春、泣くんじゃない、聞こえちまうんだろう。菊次郎、すまなかったな、おめえの敵討ちだけしくじちまった。吉家さん、仕方げねえです。家人があんなに早く敵討ちもなんて、こんな仕込みは成功しないって、あたしが俺の中だろ。あんねくの大物を狙ったりしたんだよ。おりゅう、今さら菊次郎攻めるのはおよしよ。隠し棚の城前を開けて手に届くところに金があったのにな。しかも源さん、たんまりあったよな。やっぱち、悪魚の数だけ金があるんだよ。悪徳商人の屋敷には。まずい、お手が来たよ。よし、いいか、俺たちはこれから赤の他人だ。知り合いだったことは金輪際隠し通すんだ。できるだけ遠くに離れて暮らすんだ。それでもあちまうことはあるだろうさ。だがいいか、街で見かけても声をかけるんじゃねえ。すれ違っても目を合わせたりするんじゃねえ。少しのほころびで俺たちの所業が奉行所にバレちまう。その時は俺たちの身の破滅だ。覚えとけ。うん、俺は俺じゃない、私は私じゃない、お前はお前じゃない、あんたはあんたじゃない。明日の朝、お天道様が昇ったら、俺たちには俺たちじゃなくなる。会うことも語り笑うこともできやしない。俺たちには知らないもの同士になる。みんな元気でな。縁あって集まった男女8名。頭の与助は仕事持たずにブラブラしている、今で言うニート。それでも生活はしなければいけていけないので、気が向いた時に草むしり、すす払い、こもりなど何でも屋のようなことをして
日銭を稼ぎ、その日暮らしをしておりました。ただ愛嬌も付き合いも器量も良いので、女には大層モテておりました。佐兵は大工で真面目な働き者、元禄は芋の職人、菊次郎は浮世絵師になりたくて修行している若者、一八は足の速いただのかっぱらい、お米は魚売りのおばば、小春はお米の孫で、いろんなことから仲間に入ったしや、オリはその頃流行りの占い師でございました。この八名がそれぞれの恨みを晴らすために、このネズミの年の一年協力して押し込みをしてまいりました。八名の盗みは計算尽くされ、巧妙に行われ、愉快なほど成功し、庶民からも幸福を運んでくれる義賊として拍手喝采。福ネズミという名をもらい、大いに人気を博しておりました。ですが最後の仕事であった越後屋への押し込みは思いもよらぬ事情で失敗に終わったのでした。知り合いであることがバレればお縄になる可能性が高くなると、長く繋いできたちぎりと絆を解き、泣く泣く別れた雪の降りしきる寒い晩、そして絵とは一巡り、またもや迎えたネズミの年の正月明けからお話は始まります。あー、もちも飽きちまったなあんたのことだから、どうせ正月の間女のとこをはしごして食べまくってたんだろうよ。仕方ねえだろう、女が誘ってくるんだから。あんた買わないよね、小さい時から女に優しくて、女から食い物もらって、へらへら世の中生きてきて、おめだって男にチヤホヤされて商売してんじゃねえか。私あんたと違うよ、ちょっとは筋が通ってんだ。だいたいあんたは、おっといけねえ、もうこんな時間だ。じゃあな、太夫。ちょっと、よすけ、よすけ。あら、また来てたのかい、よすけ。またはねだろう、おかみさん。あんたみたいな僕らにうろちょろされると、くれねえだ、今評判に傷がついて。おったえじゃん、ますます別府になったね。ちょっと切ったのかい。あー、よしげさんだろ。よしげさん、別府になったのはおせちゃんだっけ。いやいや、おせっちゃんだってそうさ。でもってこの店一番の働きもんだ。あー、よしげさんだろ。おいらにかい、ふみが、ここに、よしけー、うん、よしけー、あ、よしけー、はい、これ、よしけー、よしけー、おみっちゃん、これ持ってきたのって、すぐに行きましたよ。なんだか色白の育ちのいい坊ちゃん風のおやつかい。そうそう、ひやかい。あ、いやいや、そうじゃねえよ。色白ってや、相場は育ちのいい坊ちゃんだろ。そうだね、よしけ。ありがとうよ、よしけ。今度来る時には饅頭の一つでも持ってきな。Oh,
界に生きてるみんなのよすけ、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 よすけは世のため人のため。朝はコケココ聞こえてくりゃすぐに飛び出し井戸汲み手伝う、昼は街中歩いて難儀を手伝いありがたがられる、夜はやたらに声かかり飲んで食べて場を盛り上げる。よすけよすけよ、よすけは世のため人のため。女は誰でも考える、よすけといつか夫婦になりたい。男は誰でも考える、なんでヨスケだけ持ってるんだ。子供は誰でも考える、ヨスケなら絶対助けてくれる。女心も気を持てかっこよく生きてるみんなのヨスケ。男主人も人気者で愉快に生きてるみんなのヨスケ。なんだってんだ、もう12年も経ったというのに。ネズミ1、ネズミ4。菊次郎、おめえ元気だったのか。ヨスケさんこそ変わりませんね、相変わらず。女にモテてるさ。で、どうして俺の場所が。ヨスケさんといえば女、女といえば吉原で、調べたら吉原にヨスケさんの幼馴染がいました。すげえな。私は今河原番をやってるんで、そういうの得意で。おめえ確か昔は浮世絵師になりたいって言ってたよな。本物の浮世絵師になるには才能が足りませんでした。で、今は似顔絵や撮影が得意なのを生かして河原番を。そうか。で、どういうことだ。12年前の押し込みをやり遂げたい、越後屋をもう一度やりたいってのは。越後屋の悪行、12年前は呉服を着るだと言って混ぜ物したり、作り手に二束三文しか払わず店で高値で売ったりして荒稼ぎをしているだけだったんですが。どうした。氷菓子を始めました。氷菓子か。ということは貧乏人に金を貸して返せなくなったら家具家財を取り上げて。いや、それだけじゃねえな、女子供もか。はい。くそ、越後やめ。小春もです。小春、お米の孫の小春が、はい、なんでだ。お米が小春がなんでだ。
ネズミ4。ネズミ6。おくめ。よすけ。おくめ、おめ、おくめか。おくめ、いくつになったんだ。今どこに住んでんだ。まだ魚売りやってんのか。よすけさん、そういっぺんに聞いたんじゃ。おくめさん困っちゃいます。ああ、そうだな。わかってるよ、よすけ。あたしら、が一巡りするだけ合わなかったんだ。みんな山ほど聞きたいことはあるさ。私は今ね、河原町で小さなつくだり屋をやってるんだ。あれから魚売るのも、あの頃は商売がたきが多くて、女手一つで誰が助けてくれるわけじゃなくてさ。で、小春は？あの頃は私も若かったし、声をかけてくれる男がいなかったわけじゃないんだけどさ。建具職人の正吉や古屋の大蔵、おかっぴきの安部まで声をかけてきてさ。あの、おくめ、小春は？ネズミ8。小春？ばあちゃん、なんなのさ、さっきから聞いてりゃ自分のことばっかり。どうあたいのことを話しに聞いたんじゃないの？なんてこった、おめえ小春か。よすけさん、久しぶり。あんまり覚えてないけど。すっかり大きくなっちまってるじゃねえか。そりゃあよすけさん、4歳の子供は12年経つと16歳の大人の女になるんだよ。誰に育ててもらったと思ってんだい。お言葉ですが、この12年の半分はあたいが働かなきゃ、ばあちゃんの商売は成り立たなかったんだからね。ああ、そうかい、そうかい。魚を仕入れて回ってたのもあたい、佃煮を始めて佃煮を朝から晩まで出てたのもあたい、ばあちゃんは店の客と無駄口叩いてるだけ。はい、はい。まあまあ、おくめさん、小春ちゃん。よすけさん、おくめさんとこ、今年の小魚の不漁で佃煮の経営が厳しくなっていて、そこに安く卸してくれるって業者があって、知らない業者だったんですが、店が立ち行かなくなることを思うと仕方なく取引結んで、金は払った、魚は届かなかったか。あたいは怪しいって言ったんだ。なのにばあちゃんが、だって仕方ないだろう、他に手立てがなかったんだから。小春、年寄りを責めちゃいけねえ。で、魚ぐらいじゃ身売りするほどの借金じゃねえだろ。店を貸してくれてる親が店賃を払わなきゃ店を取り上げるって。それで氷菓子を使ったか。すぐに大金を貸してくれて、でもって棒利を踏んだくる。あ、それが今の越後屋の裏稼業です。しかもその金を持って逃げた魚の卸業者も越後屋とグルなんだな。さすが吉助さん、越後屋の利息は一晩で1割。10両借りりゃカラスの鳴く頃には11両返さなきゃならねえ。それができなきゃ10日後には26両返せなきゃ娘を差し出せて魂胆か。出したくどうだよ。越後屋のこの商業で川に身を投げた娘や泣きに泣いた親が山ほどいます。越後屋は小春を差し出せって言ってるんだよ。あたいは大丈夫だよ。ばあちゃんのためなら。だけどさ、菊次郎、おめえ小春とできてんのか。陽介さん、そういうことでは。去年の春、小春ちゃんが河原孫を見に来てたのに気がついたんです。違うよ、あたいが菊次郎さんを見つけたんだ。だってあたい昔から
12年前からクジラさんが好きだったんだ。いやいや、12年前だぜ。おめえまだ4歳だった。でも、クジラさんのお人形さんみたいな綺麗な顔だけは覚えてたんだ。俺の顔は忘れてたけどな。去年の春、シレから戻ってきた小春が興奮しててさ、クジラを見たって浅草橋のふもとで瓦版立ててたって。まさかと思って私も行ってみたら本当に菊次郎でさ、話しかけちゃいけねえと思いながら、ついねえ、よしけさんすみません、赤の谷になりきらなくちゃいけなかったのに。ま、しょうがねえ。それに12年前のフクネズミなんてもう奉行所も探しちゃいめえし。だけどさ、とにかく越後屋の悪徳商人ぶりはどこ知ってる。あたい絶対越後屋の金儲けの道具なんかにされないよ。ばあちゃんのお金を取り返してギャフンと言わせるんだ。小春、おめえ威勢がいいな。これから売り飛ばされる娘って普通は絶望して川に飛び込んだりするんだぜ。あたいはそんなやわじゃない。だってこう見えてもフクネズミの一員だったんだから。わけもわからず参加したことになっただけどね。ばあちゃん。まあわかったわかった。じゃあ越後屋への押し込み再挑戦ってわけだな。12年前の雪辱を晴らしましょう。だが、フクネズミは8人でなきゃ。あと4人。消息を探し出すのはちょいと時間がかかるな。全部調べてあります。え？河原版って仕事は町のいろんな情報を集めて回るし、逆に情報が舞い込んできます。4人の消息はすぐに分かりました。みんなそれぞれのことが気になっていたでしょう。結構近くに住んでました。まさか。ネズミにネズミがネズミスチなんてこった。ヨスケさん、会いたかった。一発。ヤスケ、見上げだ。ヤスさん。ヨスケ、あたし乗らないでは、あんた今だ女で生きてるね。おりゅう、お前そのきついもの一変わってないな。ヤスケ、わしは今棟梁やっててさ、あ、この酒。値上げのお祝いにもらったいい酒だ。飲むぞ。おいら寿司割ってきた。一発、あんた今だにかっぱらやってんじゃ。おゆうさん、よしてくれよ。あの後おいらかっぱらに磨いたこの見客を生かして今は飛脚の仕事をしてる。結構いい稼ぎなんだぜ。菊次郎、源さんは？あ、ヤスケ、今人気沸騰の相撲工業主のお土産にし知ってるか。あれや元禄なんだ。その名前なら女たちから聞いたことがある。元禄を元七に改名したのか。今やドブ取りを落とす勢いの相撲工業、成功したこの生活を失いたくないそうです。唯一しくじった越後屋だから、源さんは気が進まないのさ。本当は私だって。おりゅう、すみません。今回は菊次郎のためじゃないよ。小春とお米さんのために、ひと肌脱ぐのさ。だが源さんのあの芋の職人の技がなけりゃ押し込み肝心要の会場ができねえ。菊次郎、明日
源さんのところに案内してくれるか。わかりました。いや、みんなで行くのはまずい。俺と菊次郎だけで十分だ。うん、愛をわかった。陽介が言うことに十つ吐く。間違いはないからね。回りしそうなことも悩まず惑わず実現しちまう。殿様が首を横に振りそうなことも地蔵様がしかめ面をしそうなことも迷わず恐れず実現しちまう。よすけの言うことは十中八九間違いない。言って誓ってやり遂げる。ネズミが決めたことは十中八九間違いない。言って誓ってやり遂げる。それがよすけの勇気。それがネズミの勇気。パッパッパララララ。12年の歳月を経て改めて集まった福ネズミたち、ここで12年前の葬儀を私からお話しいたしましょう。1840年天保11年、袖振る青も多少の縁、同じ長屋に住む田中が年明けに餅を持ち合って、ここシャレでございます、餅を持ち合って話し出した日頃の鬱憤、語るにつけ知るにつけ強欲な人間たちの悪行の数々が明らかになってまいりました。俺の家族は悪の借金取りに追われて離散して、今は行方も知れねえ。値段に合わねえ地数の悪い気を送って、金の懐に入れてる材木屋がいる。米どんじゃに商いが流れるって占ったらその通りになったから弁償しろって。納めた金の音が悪いから代わりに寄付をよこせだと、悪徳坊主が。小春の両親はどっちとも病で死んじまった。役所どんじゃのやつらが貧乏人には薬は売らねえって。俺の父ちゃんは濡れ衣を着せられて牢屋で死んだ。役人たちも腐っちまってる。綺麗な着物を売っているのに裏で汚い商売をするお店は許せない。ならば力を合わせて悪徳使用人たちにお仕置きをしてやろうと始めた押し込み。江戸では一昔前にネズミ小僧次郎吉という数かな盗人が世を沸かせておりました。そういやつがぽっくり死んじまった後、庶民が数回劇を欲しがっていたこともあり、この面々すっかり有名になり福ネズミと呼ばれまして、あっという間に超人気者になったのでございました。よし行くぞ。こんなやつらは許せない。町人を騙しやがって年寄りをなくさなんてひどい。これぞ俺たちの仕事だ。この町のため、正義のため、
ビギナーズラックは鈴木に続き最後の仕込みとなった呉服問屋の越後屋。家人が歌舞伎の感想に出かけ留守になる予定だったその日が大雪となり、押し込んだ途端に家人が早々に帰ってきてしまったのを知り逃げ出したものの、雪の白さで夜の街は明るく照らし出され、足跡は積もった雪の上にはっきりと残り、それゆえに思いのほか早く追いついてきた奉行を巻くために、取る者もとりあえずもう二度と会うことはすまいと約束し、解散したのが冒頭のシーン。ところがどっこい、12年前にこんな事態に陥ろうとは誰が予想したでしょうか。いや、もしかしたら福ネズミたちはこの日の来るのを気づかぬうちに望んでいたのかもしれません。親方、失礼します。源さん、源助親方って呼んでくれるか。下々に示しがつかねえ。源助親方、忙しいところすまねえ。今日来たのは、そっちの若い脳からもう聞いた。わしは乗らねえ。源助親方、私たちの仕事は全員揃ってなんぼです。皆が揃っていなければ士気も上がりません。意味もありません。黒い、わしはもう昔のわしじゃねえ。相撲の公共主だ。だが源さんの、いや源助親方がいなきゃ鍵が開けられねえ。引っ張ちができるさ。ひったくりで鳴らしたあいつは器用だったから、12年前俺が折あるごとに会場の色は教えてた。そんな安心しな。昔のよしみで今回のことは黙っておいてやる。だが私は乗らねえ。わかった。陽介さん、菊次郎、帰るぞ。源助親方、失礼した。いつか相撲見に来させてもらうよ。全員揃ってなんぼか。ふっ、青くせえこと言いやがって。金か、名誉か、仕事か、家族か、体か、心か、仲間か、自分か。
島はどちら？それを決めるのは自分、それを背負うのも自分。源さん、すっかり変わっちまってましたね。まあ仕方ねえさ、12年も経ちまってるんだから。やっとくれよばあさんよ、あんたが金返さねえからいけねえんだろ。あんたらがとんでもない利息をかけるから。なんか言ったか、なんか聞こえたな。このばあさんの頭に止まったらハエが覚めてんじゃねえのか。信じちまってるよ。あんたたち、うちのばあちゃんの家に帰ったのさ。威勢のいいのが現れたな。いやよしじゃねえか。こいつは砂金の方にもらう予定の娘子さ。金を返せる予定がないなら言い忘れていいって言わんね。何すんなよ、返せよ。ゴリガシどもロクテナシどもなんだとこの小娘、名前聞いてないか。やばさねえか、こんな子供に手を挙げるなんて、おここの風上にも置けねえ。今度はいいの、俺はすごい。どこで痩せ我慢の糸出すってなんかしてねえね。さっさと髪を置けるんだ。やめろ、やめろだ。何を騒いでんだ。あ、辰五郎やもんじゃねえすか。またおめえらか。今度は何だ。いやね、このババアが貸した金を返さないもんで、ちょいっと再少したらこのジージーが怒って暴れ出したんですよ。違うよ、やも。最初に手を出したのはこいつらだ。この穴柱の素用に手薄にもって匂いなんでさ。だがどう見てもお前らは水とっつおちゃいね。おいやる、うちの者がどうかしましたかな。おお、ひどいの主人、そっちは確か跡取りさんですよ、親分。いつも同行されてます。いやね、ここでこいつらが暴れてて、この赤いもんは、はい、うちの両替屋を任せてこの立ち。ああ、そうだったんですかい。おや、いつもお世話になっております。エシゴヤさん、ここの人間だったら間違いないだろうよ。おやぶ、おめえこんなことぐらいで大げさに知らせてくるなよ。おやぶ、暇じゃねえんだからよ。余計なことしやがって。すいません、手遅れだ。大丈夫。おこめ、小春、いたかねえかい。ヨスケさん、どうしてあたいらはこんな目に遭うんだい。真面目に働いているのに。越後屋駐在も辰五郎親分まで、あんな悪党の味方だなんて、12年前とちっとも変わっちゃいねえ。
こんちくしょう。でやんで負けるもんか。何くそ。かかってこい。受けて立つぞ。何度だって起き上がる。8人揃って難望のリベンジ。1人かけての7人仕事。泣いても笑っても明日は来る。肝心要の会場担当元禄抜きで、果たしてこの盗み素早く進んでいくのやら。それは次回のお楽しみでございます。チチチ